吉谷さん、懐かしいですね。吉谷さんと私の関係っていうのはもう今ね、一言で8年って言いますけども、8年ぐらいですよね。なんかその間に消えていく人ばかりを見てきたような気がします。なんかね、長続きする人とか新規参入する方とか、ビジネスを拡大する方なんてのはほとんどいなくって、消えていく人ばかりです。そういえばあの人どうしたのかなとか、あれほどまでに儲かります、稼がせますって言って動画に出てた人、どこ行っちゃったのかなと思ったら、もういないですからね。いなくて噂聞くかっていうと聞かないですからね。っていうか噂をする人すら消えているっていうね。凡事徹底って叫んだ人もいなくなってるというね。一体誰だと誰がいるんだみたいな。だから継続していくと、なんか不治の病みたいな、逆か、不老不死っていうストーリーを見たんですけども、不老不死になると自分の仲良しがどんどん先に死んでいって、ものすごいね、寂しいらしいんですよね。1万年とか2万年とか生きるんだけども、その頃には自分の知り合いはどうせいないし、知り合いの子供たちも別にいないし、で知っている場所もなくなっていくとかね。なんかそんな気持ちですよね。2012年2013年、なんかね、盛り上がってわーっとやったような気がするんですよ。あそこに並んでいた顔、それが今はもうね、ほとんどいないですよね。稼いでたんじゃないのあなた、何それみたいなね、人もいますしね。タワーマンション住んでます、イエーイとかやって共同購入してるとかね、4人ぐらいで1つのタワーマンション賃貸に住んでるとか、全然それでも売れてないっていうね。だから正直いきゃいいんじゃないですかね。私なんていうのはね、速稼塾始めたのは賃貸3万5000円の狭狭マンションですよ、17平米の。そこで速稼塾が始まったって言ってね一番金がないやつが速稼塾だぜって言ってるわけですよ。でもその翌月にはそこそこ大きなマンションに引っ越しましたからね。だから正直でいいんじゃないですかね。私がビジネスをするのは借金を返すためです、正直でいいんじゃないですかね。金がないから稼ぐためにビジネスやってます、いいんじゃないですかね。むしろね、金があって余裕だからビジネスやってますみたいな方がなんかね、反感買うような気がするんですよ。正直にやればいいんじゃないかな。できることとできないことはっきりしてね、できることを一生懸命やって、できないことはまあ後回しということで、それでもなんかやっていけると思うんですよね、吉谷さんね。だって TikTok 私未だにやったことないんですよ。でも TikTok にビジネスを感じてる人ってどうなってますかってことですよね。久保さんの別に YouTube だけでいいんじゃないかなと思うしね。まあリスクヘッジのために YouTube 以外のプラットフォームを持った方がいいですけども、究極喋る、書く、これだけですよ。あとはどのツールに載せるかですよね。あの普通の書籍にするのか、音声にするのか、動画でいくのか、喋るか書くかだけですよ。それをしっかり鍛えておけばいいんじゃないですかね。はい、自分の気持ちを正確に相手に伝えることさえできれば、ビジネスはそれでうまくいくような気がします。いってらっしゃい。